こんにちは。現役高校教師ピアニスト、まゆみです。今弾きましたのはですね、今、パッと耳コピーで、今、鎌倉殿の13人の、大河ドラマのテーマを弾いてみました。それではよろしくお願いします。はい、ちょっとこう、ね、こういうアナログなところもお楽しみください。はい。実はですね、私は日曜日の楽しみというのは、大河ドラマなんですね。私は2年前からほぼテレビを見なくなりましたが、大河ドラマだけは必ず見るんです。理由は歴史が大好きだからです。で、これが今年のね、鎌倉殿の13人のテーマなんですけれども、皆さんは大河ドラマのテーマってどれがお好きですか？私はね、子供の時から大河ドラマだけは見てるんですね。でね、最初にびっくりした曲はね、元禄太平記っていう曲なんです。で、その次に面白いなと思ったのが「草もゆる」っていう曲ですね。あれはですね、私が大学の時に作曲専攻の友人が、これってすごく表紙がね、混合拍子っていうか複合拍子っていうか、表紙がすごくこう、たくさんいろんなものが組み合わされてて、すごい面白い曲なんだよっていうのを何度も言ってたのを今でも覚えてるんですね。1拍子っていうのが入ってるって言ってました。1ですよ、1。1拍子ね、1。で、それ以外にはですね、私は実は近年割と好きだったのが平清盛、それから何といっても真田丸ですかね。真田丸はですね、今実はね、バイオリニストの明子先生と練習してるんですね。これです。多分ものすごく皆さんにこう衝撃を与えた曲じゃないかなと思うんですよね。堺雅人さんがかっこよかったっていうのもあるんですけど、で、そうですね、もう一つ忘れてました。独眼竜政宗も好きでした。すごく不思議な曲でしたよね。最初の部分の、音がね、すごく今まで使ったことのない音で、すごく良かったなと思ってます。というわけで、今年の鎌倉殿の13人はですね、やっぱり平家も源氏も一代で潰れるんですね。すごい歴史を感じます。で、でもなかなかやっぱりさすが三谷幸喜さんの、脚本なので、本当は違うかなみたいなこともたくさんあるんですけど、すごくやっぱり面白い内容になってますね。で、これは今6月ですけれども、頼朝が亡くなってからの方が実はメインですもんね、この内容はね。というわけで、皆様はどの曲がお好きなのかなと思いました。で、今ね、本当に耳コピーでパッパッパッと弾いてみましたので、ちょっとあちこち違ってるところはあると思うんですけれども、で、真田丸をね、今実はちょっと練習してるんですね。この曲はですね、バイオリンっていう曲の良さをもう存分に表した曲だと思うんですね。今回の「鎌倉殿の13人」の出だしも、ここもこれは、バイオリンですもんね。で、合唱が入っててっていう感じになって。ていて、なかなかで、最後が終わったか終わらないかわからないみたいな感じの終わり方になっていて、それもすごく面白い曲だなと思っています。今まで黄金の日々っていう曲も面白かったですし、花芯も結構好きだったかな、私。不思議な曲だなと思った記憶があります。はい、割と最近ですと、そうですね、「西郷どん」も良かったかな。という感じで、今ね、真田丸を練習を始めました。で、もう一つなんですけど、ちょっとこれからまた別室で撮ろうと思っているんですけれども、皆さん、この時期ってものすごく体調悪くないですか？ちょっとね、そのあたりのことも
私先日ぎっくり腰になっちゃって、そこから藤井風さんのファンを始めたっていうことをお話したかと思うんですけど、実はちょっとね、またさっきね、ちょっとあれっていう感じになったんですよ。なのでちょっとそのことについてまた別室でね、撮ろうと思っておりますよ。はい、それでは今日はね、比較的短めにしてみました。おかげさまで670名様になりました。ね、もうすぐ七夕ですのでね、七夕に向けて700名様を目指したいと思っておりますよ。なんか面白いなとか、これからも聞いてみたいなとか、なんかね、一人で頑張ってるんだな、一人じゃないんですけどね、明子先生も参加してくださったりとか、いろんな方、ご協力はしてくださってるんですけど、まあ、概ね一人で頑張ってるんですね。なので、まあ、ちょっと応援してやろうかななどと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you for watching. Thank you for as always. If you're interested in my channel, please subscribe and highly rate. I'm so happy. So, see you another post. 最後までご視聴ありがとうございました。